メグイン TV の朝は体操から始まります。はい、ちなみにちゃんと講師の先生がここにいます。続きまして、はい、接客五大用語。そんなんない。知らんから。今日はマリコちゃんが幼稚園なのでママとランチでデートします。北野の新しくできたラーメン屋。近所のガチャガチャの森です。ここでよく買ってます。撮影終わりました。お疲れ様です。お疲れです。やっぱ朝の9時から6時までがっつりやると疲れるよね。いやもう疲れる疲れる。いつもクタクタなのよ体使ったネタやってるわけじゃないのに、なんだかんだでこの時間集中してやるとめっちゃ疲れる、うん、さあ今日のガチャで一番良かったのはこれです。はい、このコマっていう折りたたみバイクですね。男心をめっちゃくすぐる。これ何がやっぱすげえかって、こうしてこうしてこうしてこうやってこうこうかこうやってこうやってしてこうしてこうしてこうするとほら、おお、コンパクト。そう、これ多分ガソリン車なのかな、なんか多分そうなんでしょうけど、こういう感じで車に積んでなんか旅先で乗れる元コンポみたいなバイクですね。いや俺もこういうバイクというよりはバイクに乗りたい。お、もう今400cc のエリミネーターっていう川崎の新型のエリミネーターって乗りたい、欲しい。結構でかいやつですね。まあまあですかね、中面なんで。まあまあですけど、それがね、もうこのガチャガチャがヒットしたら俺は買って日本一周かける 0.1 ぐらいするよ。じゃあマジでこういう日常とかぶっちゃけなんもないから、土日記ってなんだろうって最近すでにもう思ってるよマジで、はい、早いんだよ。